皆さんこんにちは。今回から加瀬秀明のおしゃべりアワーが始まります。僕は今年84歳になりますが、最近アメリカでは80代のことニュー 60s、 昔60代だったっていうことなんでしょうが、12世紀の中国南宋の儒学者で有名な朱子という人がいます。少年老いやすく学なりがたしということを言ってて、今の韓国も朱子学で染まってますし、幕末の志士たちがこの朱子学に染まってたんですね。僕は少年老いやすくでなくてニュー 60s、 80代になってもまだ少年なんです。そう思うと世の中は何でも好奇心いっぱいの目で見れるから生き生きと生きていかれるということですが、今日は外交とは何かというお話から始めようと思います。僕は26歳の時に静岡県の下田というところで、日米の政界財界などの人たちが集まる有名な下田会議というのがありました。僕は前から英語屋ですから、そこで幹事という肩書きをもらってお手伝いをしました。その時にアメリカから僕より2つ4つ上の若い下院議員のドナルド・ラムスフェルドが来て、ラムスフェルドは国防長官、フォード政権、それからブッシュの息子さんの政権の国防長官となって、皆さんも名前をご存知でしょう。今年ラムスフェルドは88歳で亡くなってしまいました。大変親しかったんですが、下田会議でラムスフェルド下院議員が来ていて、32歳ぐらいですね。で、僕は下田の町の赤ちょうちんに会議の晩餐会が終わってから誘って、大喜び。下田の町の漁師だとか、薩摩揚げだとか、これがアメリカの下院議員、みんながもう大喜びでですね、最後はおごってもらって喜んで、それで大変親しくなりました。それからフォード政権が発足すると、ラムスフェルド下院議員はフォードの首席補佐官、官房長になるわけです。僕はアメリカに行った時にホワイトハウスに寄ってラムスフェルドに会って、そしたらラムスフェルドが僕に、今回は誰に会いたいのと聞くんです。もちろん大統領だって。そしたらホワイトハウスというのは小さなところだから、廊下にセクレタリーという秘書がタイピストがいる、それを呼び入れてフォード大統領に短いメモを書きました、私に会うように。そして僕は初めて大統領の執務室でフォード大統領と会うことができました。それからフォードさんと親しくなって、僕はアジア情勢だとか、それから日本の状況だということについていろいろ話したりして、今度は話が1976年に飛びますが、この年に福田赳夫内閣が発足しました。そしてちょっと遅れてアメリカではカーター政権が民主党ですが発足をして、その翌年福田総理から相談がある、呼び出されて、今度の第1回福田カーター会談は何にもいい目玉がないけど何かありますかねという相談を受けました。あの時日米間で一番大きな問題は核燃料の再処理の問題でした。だけど明るい問題じゃないですね。そこで僕は日米首脳会談の共同声明では、日本が大国にもうなっているから国連安保理事会の常任理事国になる資格が十分あるということをカーター大統領に言わせることができる、本当かねということですが、外務省でアメリカ局長に会うと、もう剣も老なんでそんなねことはできない、余計なことを総理に吹き込まないでくれって言うんですが、私は絶対に保証すると言ったんです。どうしてかというと、僕は29歳の時に大英百科事典、ブリタニカ百科事典の最初の外国語版を TBS が60億円かけて日本語版を作りました。その時の初代の編集長、それから学者の友達がたくさんいる。この時にブリタニカ社の、アメリカの会社ですね、イギリスから買って、役員にハンフリー、これ副大統領を務めた人です。ハンフリーさんがこの役員になってた。僕はそんなことでシカゴに本社があるので、シカゴに時々行きましたけども、大変親しくなって、東京にハンフリーさんが来ると銀座の高級クラブに連れて、もう大喜び。そんなこともあってハンフリーさんだとか、それからカーター政権で国家安全会議 NSC の特別補佐官になったブリジンスキーというコロンビア大学の教授がいるんですが、日本に6ヶ月ぐらい勉強に来たことあるんですね。その時は私のちっちゃな車に私の女房と一緒に向こうの夫婦を乗っけて、特に遊びに行くとか言うんで大変親しくなっていた。そんなことで親しい向こうの人たちが多くて、当時日本では日本の一人当たり国民所得がベネズエラ以下とか、まあベネズエラは石油がクジラの潮を吹くように出てくる国ですからね、以下だと言って、日本のマスコミは日本を
過小評価してた。しかし日本はもう当時は国の経済規模では経済大国になりつつあったんですね。だから私はハンフリーさんとか、ブレジンスキーとかそういう人に日本は国連の常任理事国になる資格が十分あるということを言ったんです。国連は五大国というのがあって、アメリカ当時ソ連中国イギリスフランス今もそうですが拒否権というのを持ってんですね。気に入らないことがあればウィトーと言いますが拒否権を発動すれば全部葬ることができるということですが日本は常任理国になる資格が十分。そうすると日本国民が日本もかなり世界の中心を占める国になったんだということで目が覚めるだろうと福田総理に言ったらじゃあ君あれぜひそれを実現してほしい。私はカーター一族とも親しくなったのはカーター大統領の恩師と言われたのがハンフリー副大統領だったんです。でカーターさんが76年の大統領選挙で当選をして翌年の1月に大統領に就任しますがその間にカーターさんのアトランタ州のピーナッツ畑のある田舎の村に彼の家があってでそこに大統領となった時にどういうことをやるのかという、準備をする事務所があってそこに行ってというのは私はアトランタのアメリカの前衛画家と大変親しかったんです。彼がカーター一家と親しいというもので紹介させそれからハンフリー元副大統領から電話を入れてもらって乗り込んでカーターさんのお母さんっていうのは75、6なんですね。リリアンっていう人ですけど大歓迎で運動靴を履いてて小柄な人なんです。私はなんか喜ばせるものを買っていこうと思ってこういう時は左官錦が一番いいんです。金の細い糸で作った綺麗ですね。あれをお土産に持ってってそれでカーター今あなたは一体何に一番関心を持ってますかって言ったら老人問題よ私も75歳ですよそのうちに年を取りますからねというようなことでそれカーターさんが愛していた娘とも大変親しくなってバーバラって言いますけどでカーターさんが首席の補佐官となる、任命をした人たちとも同じぐらいの年ですから仲良くなってとにかく電話で日米首脳会談の目玉として日本が国連常任理事国になることをアメリカは支持をするということをカーター大統領は言うことは電話で決まった。僕は福田総理一行がワシントンに到着する前の日にワシントン入りをしてずっと上院議員だったハンフリーさんに会うそれからいろいろの関係者に会うということでもう話は決まった。原因館のホワイトハウスの隣にありますブレアハウスで福田総理それから鳩山義一郎外相に話はちゃんともうまとまりましたと言いました。それでラムスフェルト長官の話に戻りますがこのフォード政権の国防長官やった時にケネス・エイドルマンという国防長官の首席補佐官があって彼ともものすごく仲良くなって彼はアフリカの専門家で私はアフリカに関心を持ってるんでエイドルマンさんと私のアフリカについての協調の本もあって日本でも翻訳をされていますということで外交とは何かということは結局は人間関係なんです。ですから僕に外交の思い出話をかけていると外交について書くよりは僕の保有力なんです。日本の外務省の人たちは東京大学一橋だとかいうところを出てるお利口さんたちばかりですね。ところが仕事の話しかできないんです。私は今でもコロナが始まる前までは春秋ワシントン2回通って向こうの政権の人たちだとか親しい人たち多いですから話をするということを続けてきましたが向こうの上院議員とか政権の幹部の人たち週末にワシントンの自宅に呼んでくれると一度も日本の外交官に会ったことがありませんということはお遊びの話が全くできない人たちなんです。仕事の話しかしないんです。先ほどエイドルマンの話しましたけどフォード大統領がカーター大統領に大統領選挙で敗れると民主党政権ですね。この間エイドルマンはアメリカの場合は回転ドアと言いますが政権が変わると有名な研究所行くわけです。エイドルマンが言うんですね。自分がそういう冷や飯を食べてる時に日本の大使館の幹部講師とか参事官だとか内藤に会いたくて電話をしても前の国防長官の補佐官の時はもう食事をしようとかなんとか言ってたのが剣も愚で相手にもしない。だから今度はブッシュ政権になるとエイドルマンは国連大使、国連大使の後は軍縮及び軍備管理庁の長官になる。
です。そう、今度は日本大使館のそれから日本の国連代表部の人たちがぜひ会いたいって言って、とにかく猫の声で電話をしてきたりなんかする。私はもう日本人は肩書きでしか付き合わないから、もう相手にしないことにしてるっていうから、まあまあそういうもんですね。日本の外交官だって皆さんガリ勉をやってようやくなって苦労してる人だから何とかしてやってくれよって言ったんですが、日本人は仕事の話しかしないんです。それから肩書きで付き合うということで、こんなことでは外交交渉なんか本当はできないんです。日本の外交官はもうちょっと人間関係について訓練をしないといけないなと思いますが、実はフォード大統領が落選をして、選挙で落選してもまだ翌年の1月までは大統領ですから、でちょうどワシントンに行ったもんで挨拶に行ったらですね、こういう署名をした写真を私にくれたんです。 To Hideaki Kase Appreciation for your friendship、あなたの友情に感謝をする、それから同時に Unmany kindness、 あなたの多くの親切について、あなたの友情と数多くの親切に対して深く感謝をします。 Warmest best wishes Gerald R. Ford という写真をくれて、私が長年連れ添って先立たれた女房がハプシコードチェンバラと思いますけど、チェンバラの奏者だったもんで、その上にこの写真を飾っています。日本の外交はどうしてうまくいかないのかというのは、もっともっと深刻な話があるんです。それは何かというと、肝心の総理大臣がくる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 変わるんです。日本にとって昭和の日本、昭和は苦労が多かったですね。昭和の日本にとって一番重要だった10年間は皆さん一体いつだったんでしょう。これは満州事変が昭和6年西暦1931年に始まって、真珠湾を攻撃するちょうど10年後1941年までの10年間です。これは国が滅びるかどうかという大変に重要な10年間でした。その間に総理大臣が何人変わったと思いますか。この10年11人も入れ替わったんです。こんなことではですね、1人平均して1年以下ですね在職していない。こんなことでは一貫した戦略も政策もあったもんじゃないですね。菅首相は日本で近代内閣制度が始まってから、これは1885年に始まったんですね、99代目の首相です。ですから1985年から今日までを99で割ると1人平均して1年半しか在職をしていない。こんなことでは外交なんかできるはずがないんです。下で働く優秀な外務官僚皆さん苦労しますね。私は安全保障の専門家だと一応自称したことはありませんが、世間がそう見ているもので、防衛省とは大変親しいんですが、防衛大臣は防衛省に昇格してから今日まで防衛大臣が何人変わったかというと、なんと1人1年もやってないんです。6、7ヶ月で交代をするんです。こんなことじゃ防衛政策とか防衛戦略を大臣が関わることできないですね。副大臣だとか政務官なんか全く同じで、ですから日本で一番大きな問題は首相が頻繁に入れ替わる、要するにリーダーがいない。それの大きな原因は何なのかというと、日本は世界の中でも珍しく母性原理が支配している国です。縄文時代というと1万2000年続いたと言いますが、日本は豊かだったんですね。山や海の幸がいっぱいあったから、食べ物や土地をめぐって喧嘩をしないで、縄文時代の1万2000年の古墳から出てくる骨の中に戦いによって傷がついた骨が出てこないんです。ずっと平和だと。これは世界史に珍しいことですね。それから、縄文時代には海外から多くの異民族が日本にやってきました。こういう人たちも不思議なことに民族構想がなくて、みんな仲良くなんか日本民族に溶け込んだんですね。日本は母性原理が働くと言いますが、まず一番偉い神様が女神でいらっしゃる、天照大御神様でいらっしゃるという特徴があります。天照大御神様は弟さんのスサノオノミコトがいたずらをするとご機嫌を害されて、で天の岩宿という洞窟に姿を消してしまいます。天照大御神は太陽の神、光の神ですから全宇宙が真っ暗になる。そうすると八百万の神々、八百万800万と書きますが無限の数の神という意味です。これが天の岩宿の前に集まって、どうしたらいいどうしたらいいという終わることのない協議を重ねます。そのうちに女の神様は天の岩宿の前でおかしなストリップを踊ると、この八百万の神がおかしいもんでわーっ
と笑うと大御神は好奇心が強いもんで、天の岩屋との塞いでるです大きな石をこうどけるとそこに力持ちの白宝石のような神様が引っ張り出した太陽の光が戻ってめでたしめでたしということなんですが、アマテラス大御神もリーダーじゃないんですね。権力全くない。この八百万の神様の中で誰もリーダーいないんです。で、指導者という言葉は私は江戸時代を研究する江戸研究学会の会長を務めたことがあって、指導者という言葉は明治に入るまでなかったんです。これは英語のリーダーとかドイツ語のフューラーとかそういう言葉の明治翻訳語なんですね。本に指導者という言葉は一人歩きしていますけども、日本には未だもって指導者がいないんです。どうして母性原理かというと、日本は女の方が強いんです。我々男は弱いんですね。女性は自分の子供たち、できる子供もできない子供も等しく平等に愛します。ところが父親はできる子供とできない子供を厳しく分けてですね、できる子供を贔屓をする、特に男性の場合そうですね、できる男性を贔屓をするということで、他の主要な文化、隣の朝鮮半島、中国がそうですし、ずっと言って中東ヨーロッパ諸国も争いが絶えない歴史ですから、先頭に男が立って指導しなければならない、戦わなければならない。ですから不正原理の国なんです。日本は女が素晴らしかったというのは、今度はこのおしゃべり番組の中で漢字について詳しくお話をしたいと思いますが、今もし女性が漢字を作り変えてひらがなカタカナを作ってくれなかったとしたら、今の日本どうなるんですか。日本文化の一番根底にあるのがやっぱりかななんです。難しい漢字のような形を表す表意文字を持っている、文化は全部支配階級だけは、エジプトのヒエログラフというあの字もそうですね、支配階級だけは分かって、下の人民たちはこんな難しいものできない、分からないわけです。ですから漢字も表意文字は支配階級のものですね。ところがアルファベットやかなは組み合わせればいいということで、これは言語学では民衆文字、民衆が作り、民衆が自分たちの考えを表すという文字なんです。日本でかなは女性たちが作って、平安朝に入ると、枕草子とか源氏物語だとか、たくさんの女流の作家が活躍するわけです。ですから日本文化の根底を作ってくれたのは女性で、私は日本の母性原理は素晴らしいと思いますが、首相はどうしてこんなに頻繁に変わるのかというと、できる政治家もできない政治家も平等のチャンスを与えた、ちょうどお母ちゃまが子供たちに平等にお菓子を分けるように首相というポストを分け与えるもんで、できるできないなんて関係ないんですね。だから僕は日本は母性原理の社会で素晴らしいと思いますが、しかしほとんどの国が不正原理で動いてるわけです。やはり外国に対抗するためには不正原理をちょっと回復して使ってほしいと思いますね。今日はこんなお話ですが、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。